乙女三原則は、松友もひナナロバ路馬鹿イラスト担当の日本のライトノベル、修営者のスーパーダッシュ文庫より刊行された、全六巻完結、迷い猫オーバーラン、パパの言うことを聞きなさい、に続く、著者の松による、修営者スーパーダッシュ文庫からの3シリーズ目となる、ライトノベル作品である。松は本シリーズ執筆に関して、1月頃、 パパの言うことを聞きなさい。アニメ放映中でホテルに缶詰となっていた時に気分転換で書いたとの趣旨で語っている。また自分の作品としては初めて未来やロボットといった要素を織り込んだとも述べており、松の従来作品のテーマに新しいテイストを加えることを試行した作品である。本作はアイザック・アシモフのロボット三原則をストーリー全体の軸にしており、 松は、ロボット3原則の深いテーゼをこの作品のキャラクターたちで深めていきたいと語っている。本作のストーリーは、著名なロボット工学者である父母及び姉を持つ高校生大河原本気、通称マジを、主人公として、林家に住む幼馴染で高校の同級生でもある、ロボットになりたい少女クオンハルカと本気の父が制作した、 人間になりたい少女を最新型試作アンドロイド、プロト2通称、ラブとの関係を軸として、通学する学園の部活動、ロボロボ部のメンバーとのやりとりを中心に展開していく。修営者スーパーダッシュ文庫より観光。AB 小説第一巻キャッチコピーのフレーズより、乙女さん原則。修営者スーパーダッシュ文庫。ありがとうございます。